まで無事6周年迎えることができました。ありがとうございます。今日は待ちに待ったファンの集い、皆さん最後まで楽しんでってくださいね。ところで今日私のもとに一通のファックスが届きました。差出人は低収率番組ソルイキベリーズ仮面のプロデューサーからです。内容を見て愕然としました。このことはまだメンバーには伝えていません。大事な本番を控えているメンバーに伝えることができなくて、いずれにしてもこのイベントがあったら伝えなくてはなりません。でも今はこのファックスのことは忘れて、思いっきり楽しい時間を過ごしたいと思います。ベリーズ工房ファンの集い、天使の瞳に気をつけろ。今日も私たちは最高のパフォーマンスを皆さんにお届けします。こうして私たちはファンの皆さんと最高の時間を過ごし、そしてついに例のファックスの内容をメンバーに話さなくてはならない時が来ました。現在フジヤマテレビで放送中のベリーズ仮面が次回で最終回を迎えるということを、どうやって伝えようかまだ迷っています。ここは冷静にきちんとみんなに話をしてみます。よし、みんなお疲れ様。レッド来るの遅いよ。ごめんごめん。で、大事な話って何？まあ大抵レッドが大事な話っていう時はろくなことないからね。今日は悪い知らせといい知らせがあるの。まずは悪い知らせから伝えるね。とても言いづらいことなんだけど、私たちが必死で頑張ってきたソルイキベリーズ仮面の視聴率がついに 1% を切ったらしいの。くそー、またこいつか。こんな私たちでも人々の心に何か与えたことは確かよ。ねえみんな、最終回くらい絶対悪の組織に勝とうよ。勝ってお茶の間の子供たちとお年寄りたちに最高の最終回を見てもらおうよ。そして悪の組織に初勝利する。私たちは追い込まれてからが強いんだから。可能性を信じてやるしかないね。よしみんな、初勝利目指して頑張ろう。なんか勝てそうな気がしてきた。なんか勝てそうじゃなくって、勝つって信じてないと勝てないの。そっか。あれレッド、まだなんか暗くない？おっと、まだなんかあるとか。そうなの。先に言おうよ、今気持ちよく歌ったじゃん。実はね、私たちがあまりにも弱すぎて悪の組織が最終回を辞退したそうなの。それじゃあ番組にならないよね。本当はね、辞退した時点で番組打ち切りになるところ、プロデューサーの計らいで最終回はちゃんとやろうってことになったの。悪役がいないのに最終回やろうって言われてもね、うん、最終回の方針はもう結論が出てるの。え？プロデューサーの要望でこの中から1名悪役を出すことになったわ。怪人の着ぐるみも用意できてる。誰かがその怪人役をやれば最終回ができる。いなければ番組はこのまま打ち切り。みんな怪人なんて嫌だよね。私だって分かってる。断るつもりだよ。じゃあプロデューサーに電話入れてくるね。分かった、私がやる。初めて対応できたね。でもね、ホワイトは一度裏切ってるから番組的にはやめてくれって言われてるわ。打ち返さないでくださいよ。分かった、リーダーの私が。リーダーがいないってまずいんじゃない？分かったよ。怪人なんて自信ないけど不器用だけどさ、私がやってみるよ。最終回の挑戦しよっか。そうだね。司令塔から何かある？
A 攻撃から B 攻撃に移る時なんだけど、おい、ああ、結構はみ出してね。おい、みんな、なんか聞こえないかい？俺だよ、俺。あ、オレンジ、どうかした？どうかしたの？お前らだ、止めろよ。てか、ガム出せ。もう、私のいいとこ言って止めろよ。まあ、うすうす感じてたけど、またこのパターンか。だって、やるって言ったのは自分じゃね。なんで私が怪人やんのさ。一生懸命やるって言ったじゃん、頑張ってやるって言ったじゃん。止めるじゃん、みんなで止め合ってたじゃん。私だって止めてくれんだろうなって思うじゃん。終わらないじゃん。あれで止めたらずっと終わらないじゃん。言っていい、みんな卑怯だよ。じゃあ、まあそういうことで。こらこらこら。なんだよ、もっとあたしに興味持て。あのさ、めんどくさい。出た、ブルーのめんどくさい。怪人になるの？ならないの？怪人にはなりません。うどしい。オレンジ、ここは冷静に考える。みんなも聞いて、こういう設定をあえて作ってみない？最終回のラストシーンで怪人は私たちの説得に善人の心を取り戻すの。怪人が善人になるの？怪人はもともと人間だった。悪の組織に改造されたあなたに人間だった頃の記憶が蘇る。怪人にも悲しい過去があったの。心を改め、地球から悪の組織を全滅させるために自分の命を奪ってくれと涙ながらに訴える怪人。でも私たちはあなたの命を奪わない。東遊中のどこか平和な星にあなたを連れていく。そして宿敵ベリーズ仮面にありがとうとつぶやき、私たちに友情が芽生えるの。全国の視聴者はあなたに心を奪われ、日本中が涙であふれる感動的なラストシーンにするの。おお、今までにないヒューマンタッチのエンディングだね。うん、聞いてるだけで涙が出てくるよ。さすがレッド。いいの？なんか悪いね、気使わせて。出たな、ミッキーガリレーゼミナール。私たちはお前を許してはおけない。地球の矢と灰は愛、愛は僕たちが守る。お前の好きなようにさせてたまるか。6人の戦士がお前を成敗する。ビボーレンジャーベリーズ仮面。シミュレーションが始まってるの。やんなくていいよ、キャラがバーイ。お前らに俺様が倒せるかな。ちくしょう、こうなったらあのベリーズ光線出しちゃうぞ。みんな今よ、ベリーズ。そう、光一くんがどうなってもいいのかな。歩いてた光一くんがどうなってもいいのかな。おお、ナイス展開。いいよそういうの。じゃあみんな続けて、よーいアクション。やよ、ガリベンゼミナール。そうよ、その子から手を離しなさい。光一、私の光一。今どういう展開か分かる人。お願い、ガリベンゼミナール、私の子に手を出さないで。皆さん、光一くんはブルーの子供という設定です。ブルー、落ち着きなさい。だったんだった、ご主人登場しました。なんとかしてください、光一を助けてください。光一はかけがえない息子なんです。だからお願いです、刑事さん。ご本、
私がご紹介に預かりました刑事です。ですがそんな私にもどうすることもできません。だがお子さんは必ず助けてくださいます。そんなこと言って、5時間も経ってるじゃないですか。何噛んでんですか。ちゃんと助けてください。大丈夫です。そうピリピリせず。ピリピリしますよ。すいません、大丈夫です。今本部から落としのデカ長と呼ばれている凄腕の刑事が向かっているのでご安心を。ピリ、あ、電話出してで回します。そうか、わかった。安心してください。凄腕が到着しました。はい、私か。凄腕刑事、こいつを助けてください。私、あの子がいなくなったら。私にトラメガを持たせたらもう安心です。で、犯人はどこに。あそこです。名前はガリベンゼミナール、年齢不詳、職業は悪の組織です。わかった。ガリベン、バキュン。クソ、撃ってきやがったな。ガリベン、バキュン。カンカンカン、来た。ナイスキャッチです。ありがとう。ガリベン、バカな真似はやめておとなしく投稿しよう。クソ、手ごわいですね。ガリベン、今ここに熊本からお前のお母さんが来ている。うちやんの。はい、お母さん。ガリベン、バカな真似はせんでお母のところに帰ってこんね。その調子です。バキュン。貴様、お母さんは撃つな。私を撃ってもいいが、お母さんだけは撃つな。何なんですかね、あいつは。まったく、あいつを産んだ親の顔が見てみたいですよね。これがその顔だ。どうしました、お母さん。心臓が、頭病の心臓が。いいか、危険な状態だ。どっかに、ドクターはいませんか。どうしました、通りすがりのドクターです。お名前は。ドクターの財前です。では脈を。大丈夫、少し休んだら落ち着くでしょう。では私はこれで。ありがとうございました、財前先生。財前先生、君は海坂財前。まさか君は妻が看護師だった頃に恋人だったあの財前。私はこれで息子に、あなたの息子に一声かけてくれませんか。僕の。どういうことだ、リサコ。ごめんなさい、今まで黙っていて。財前先生、あれをご覧ください。今、光一君はガリベンの怪物に囚われの身です。頑張るように声をかけてくれませんか。私には。あなたの息子さんなんですよ。本当に僕の。本当です。財前先生。わかりました。バキュン。財前先生、来るな。私なら大丈夫。なぜなら私は財前だから。バキュン。財前先生、来るな。私なら大丈夫。なぜなら私は外科医の財前だから。来るな、こいつくんかい。大きくなったね。強い男の子になってママを助けてあげるんだよ。僕はこいつくんの後ろにいる人にお話があるんだ。あしらがー、やべーよ。寸劇がなーっかい。バキュン。なんじゃこりゃー。ガリベン、バカな真似はせんで。良くないことです。もうさ、普通の設定でやってよ。医者とか刑事とかいらないから。分かった、じゃあベリーズ仮面でやるから、オレンジも積極的に参加してね。分かった。